ったか。あれか、ついでだ、ぶっ壊してやるか。僕の宇宙船が、きょう、どういうことだよ。よう。ベジータ、貴様、なんてこと。宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。そのブサイクな間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。ご飯ブサイク？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。ん？怒っちゃったもん。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。ヒヒヒヒ。人ブーも許せんが、一番許せんのは貴様だ、バミディ。チャー！そんな。お前もうおしまい。
ックス、ブルマを、ママを大切にしろよ。どういうこと、パパ。ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。三人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え？抱かせてくれ。え？パパ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え？だあ！ああ！なんでトランクス君を殴るんだよ！二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。分かったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方が分かったぜ、やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルー、トランクス、そしてカカロット。二人を頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にして、あいつに救われたか。
バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。ブー！ おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。はあ、よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない魔人ブーが。そんなベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だな。人ブの気は感じるが、ベジータの気がねえ。まさかやられちまったんか。あいつがご飯の気も感じねえ。どうなってんだ。ん？ピッコロとクリリンは生きている。石から元に戻れたんだ。二人なら何がどうなったか知ってっかもしんねえぞ。ピッコロたちは神様の神殿か。魔人ブーか。一体どんなやつなんだ。みんな無事だといいが。
。